新人ではただ一人一軍のキャンプが行われるアリゾナに帯同した日本ハム清宮幸太郎。守備練習ではキャプテンの中田と同じファーストに入ります。ゴールデングラブ賞を2度受賞した先輩を前に清宮は軽快な動きを見せました。近くにそういう方がいるっていうのは本当に自分にとってもプラスになることばかりなので、自分負けないようにそこは鍛えてやりたいと思います。